こんにちは、釈迦です。前回の釈迦さんは、釈迦、時をかける、釈迦、無鷹の王になる、釈迦、売国する、の、3本でした。あれ？私売国なんてした覚えないんですが。猫さーん、これ間違ってますよー。はい、こんにちは、ヘケケでございます。はいはいはい。前回はそんな感じでズールー建国までこぎつけまして、今回はいよいよズーループレイ開始です。果たして最強軍質はちゃんと活かせているのか。それでは早速、霊夢魔理沙に乗り込んでやっていきますぞい。こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。時間かかったけどやっと独立できたな。ようやくスタートラインに立てたわね。まさかの初期無鷹領完全再現になるとは。このザンベジ川周辺地域の統一までは、やることもそんなに変わらないわね。ということで、独立したら元属国仲間には速攻で同盟を切られたので、厳禁な奴らだ。停戦の明けた1477年、キルワとキルワ分離独立派を鎮圧できないソファラに宣戦布告。サクッと全土併合したよ。この辺はほんと気持ちよく取れるからいいよな。英雄もほとんど飛ばないから楽でいいよね。1480年、キルワの分離独立派との戦闘に敗北。それを狙っていたかのようにキルワに宣戦布告されたよ。ああ、さっきのソファラはこのコンボを食らったんだな。この戦争は同盟国のプンブカ軍と合流して、無事反乱軍とキルワ軍の撃破に成功。ただしまだ艦隊を作ってなかったのでザンジバル島への上陸はできず、ほぼほぼ白紙に近い和平になったよ。さっさと艦隊作らないとな。この後、ムタパ、ブンブー戦でムタパを併合。それから1488年、ソファラに遷都したよ。これは交易首都ザンジバルノードに移したかっただけだな。1495年、一つ目のアイデア枠を解放したので探検アイデアを選択。現状、南アフリカどころかマダガスカルも見えてないから、ここは探検を取るしかないな。1497年、ブプア、極上、ブンブ戦で、ブプア、軍部を併合、今後盆地の極上を属国化。1505年、キルワ、マリンディ、パテ戦で、キルワ、マリンディを併合、パテを属国化。1508年、ブンブカ、ルバ戦で、ブンブカを併合、ルバを属国化したよ。サクサク進むな。まあこの時点でかなりの技術差ができてるからねー。この地域の国に負けることはほぼないよ。1509年、衝撃の事実が判明。なんと、ポルトガルがケープに入植してたわ。いやまあ時期的には十分あり得るだろ。1512年、二つ目のアイデア枠で統治アイデアを選択。これは現状統治点が足りてないからってのと、領土管理限界のデバフを少しでも和らげたくて取った感じだな。1517年、サカラバ、アンテモ路線でマダガスカルに進出。少し間を置いて1527年、コンジェ、カサンジェ、カゼンベ、クバ戦でコンゴ盆地方面にも進出。さらに1531年、モンバサ、アジュラーン戦でアフリカの角方面にも進出したよ。南の方は入植で進出してるから、とりあえずこれで東西南北全方面に進出したわけだな。この後、1534年にマダガスカルを平定。1548年にコンゴを破って大西洋に到達。そして1545年に3つ目のアイデア枠を解放したので、牽制アイデアを選択したよ。ズールーの生態は統治管理限界にデバフがあるから、それを属国でカバーしようってことで牽制アイデアを取った感じだな。それから1548年、政府改革進捗度が溜まったので、レベル5の改革で先進部族の結成を選択したよ。遊牧民にはならなかったんだな。普通にプレイするなら遊牧民一択なんだけどね。それするとズールーでプレイしてる意味がなくなっちゃうのよねー。そういえば遊牧民になったら国家の軍事化システムは消えちゃうんだっけか。そうなのよ。だから今回は部族国家のまま行くよ。1561年、コンゴ併合。これでコンゴ盆地の平定も完了だな。ここから16年ほど、内政とカメルーン回廊への入植に注力しまして、西アフリカ諸国との接続を果たした1577年、ベニン、ソンガイ、ハウサ、ダグボンの同盟に宣戦布告。まあこの辺で負けることはないな。軍量差は倍以上だし、技術差もあるからねー。基本的には占領していくだけだよ。ってことでサクッとソンガイを属国化。
ベニン、ハウサからは損害につながるように領土を取ったよ。そういえば損害もかなり軍資強かったよな。そうなのよね。だから今回は辺境伯として、サヘル地域を管理してもらう予定だよ。この5年後、4つ目のアイデア枠を解放。今後の列強との戦いに備えて軍用アイデアを選択したよ。この辺はいつも通り領からだな。ここからは沿岸部を優先的に抑えつつ、アフリカの西の端を目指して拡張。まずは1588年、およ、アイル、ヤテンガ戦でアイル以外を併合。そのまま陸路で端っこまで拡張するつもりだったんだけど、1595年、ワガブグー、カーブ戦で、カーブから目標だった西の端の沿岸州をゲットできたわ。これで一応ブリテン諸島を取れる位置には来たわけだな。そういうことになるわね。そんなわけで、ブリテン諸島の様子を眺めつつ、欧州進出の足がかりになりそうな国を探っていた1597年。ノルウェーか。行けそうだな。ってことで宣戦布告、請求権はつけられないのでノーシービーで仕掛けたよ。で、この戦争は問題なく勝利、ノルウェーを属国化して、欧州での足がかりを得たよ。これで準備は整ったかな。いや、もう少しアフリカを固めておかないと厳しそうなので、この後ジェンネ、フーロ、カーブ戦。トンブクプ、ハウサ、カネムボルヌ、ジョロフ、ダグボン戦とやって、飛び地を陸路で接続。ほぼこの辺の国すべてと戦ってるな。さらにオスマンと同盟締結、しっかりと安全確保もしまして。舞台をノルウェーに移していよいよ仕掛けるぞってタイミングの1621年。オスマンが参戦要請を送ってきたわ。あいつこっちのイングランド戦には参戦する気配すらないのに、こういう細かい戦争にはいちいち呼んでくるよな。面倒だけどこの程度で同盟を切るわけにもいかないので、この戦争には仕方なく参戦。こちらの部隊はノルウェーに送っちゃったので、オスマンパイセンが何とかしてくれることを期待して放置してたら、結構ひどい目にあったんだけど、めっちゃ塗られてるぞ。3年ほど粘ったところでようやく終わったわ。報酬はなしか。まあ好感度40はそれなりに美味しいから、それで納得しろってことみたいね。そんな感じで味方に邪魔されたりもしたんだけど、1626年、いよいよ準備が整ったので宣戦布告。む？これどこに宣戦布告したんだ？仕掛けたのはここ、オーモンドだよ。イングランドに直接仕掛けると面倒な奴がついてくるのよね。ポルトガルか、陸続きだから確かに面倒なことになるな。でもオーモンドならほぼイングランドとの怠慢なのよね。それでも軍量差がかなり厳しそうなんだが、どうせ3分の1は植民地軍だろうし、ブリテン島内に全軍いることはないだろうから大丈夫だよ。それに海軍は圧倒的にこちらの方が優勢なんだよね。イングランドとは思えぬ弱小海軍だな。だから負けることはほぼないよ。ってことでサクッと上陸。おい、殲滅されたぞ。まあ、こういうこともあるわよ。気を取り直して、今度はアイルランドの南端に上陸。ここに敵を誘導して、戦ってる間に海峡封鎖で閉じ込めようって作戦よ。戦ってる間も何ももう終わってるんだが。上陸作戦ってのは難しいのよね。大丈夫なのか？この戦争。ここまでの作戦は戦力の逐次投入だからダメだったのよ。だから今度はスコットランドに通行権をもらって、海峡封鎖をしつつ全軍をオークニーに上陸させたわ。最初からこれやってればよかったんじゃないのか。いろいろ準備が必要だったのよ。で、この後は海峡封鎖を利用して戦うべく、アイルランドに向かったんだけど、いつもは何もない海峡州なのに、今回はやたら硬い要塞が立ってたのよね。今のバージョンは AI がやたらめったら要塞を立てる傾向があるみたいだから、その影響だろうな。まあでももうすぐ落とせそうよ。いや、これやる気なんじゃないか？あ。負けちゃいましたよ。霊夢さん、殲滅されてますよ。おい、無言では兵すんなよ。霊夢さん、外を散歩してたら、ご婦人方が鬼気迫る顔で、息子を返せとか夫を返せとか言いながら迫ってくるんですが、一体何があったんでしょうか？私また何かしちゃいましたかね。あれ、霊夢さん、起きてます？
といったところで、今回はこれにて終了です。あの大英帝国もアフリカの一部族に負けたことがあるらしいですからね。こういうこともあると思うんですよね。みんな経験あるよね。いや、あると思いますよ。うんうん、きっとあるはずです。それでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。